ンンはイングランドの元サッッカーー選手リバプールトックス,ス出身キャラガンと発音されることもあり、日本でもキャラガンと綴る雑誌などもある。主にリバプール FC でプレーし、1960年のデビューから1978年の対談までに、クラブ史上最多出場記録となる公式戦通算857試合に出場した。 子供の頃からのリバプールサポーターであったキャラハンは15歳の時にクラブのユースアカデミーに加わる。その際に通っていた学校を完全に辞めることとなった。室内暖房儀主の仕事と兼ねてリバプールのアカデミー生として過ごし、1960年3月28日にプロ契約アンフィールドで行われた同年4月16日に行われた ブリストロローバーズ戦でデビューを果たした。それまでのリバープールを支えてきた功労者で、キャラハンが最も尊敬していたビリー・リデルの怪我による代理出場であった。その後、次第に出番が増え右ウィンガーとしてキャラハンは1961から62シーズンからレギュラーポジションを掴んだ。しかし、1970から71シーズンに、 軟骨の摘出手術を受け、1970年前後のシーズンはほぼ全てを離脱することとなった。離脱期間中に、ブライアンホールが活躍し、キャラハンはホールにポジションを奪われてしまい、復帰後もホールからポジションを奪還することはできなかった。しかし、センターハーフのレギュラーだったジョン・マクラ・フランが離脱すると、キャラハンはセンターハーフに起用され、その後は、 センターハーフとしてプレーした。最終的に在籍した18シーズンのほぼすべてをレギュラーとしてプレーし、クラブ史上最多となる公式戦、通算857試合出場を果たした。リバプール対談後は、スウォンジーシティなどのクラブを渡り歩き、1982年にクルーアレクサンドラで引退した。イングランド代表としては 1966FIFA ワールドカップに参加。 出場はグループリーグ最終節のフランス戦のみであったが母国大会の優勝メンバーとなった。その後約11年間代表を遠ざかるが、1975年には約11年ぶりに代表復帰した。ありがとうございます。